い、皆さんこんにちは。先週ですね、嫁さんとあとペットのココアと一緒にですね、山に行ってきました。その目的はというと、春のお便りをですね、受け取りに行ってきました。どうですか、この綺麗な桜。すごく綺麗ですよね。で、今回はですね、見てわかる通り、合成にチャレンジをしてみました。どうでしょうか。で、今現在この後ろはですね、グリーンバックになってて、緑のとこだけ抜くようにですね、してあります。で、それでこれを綺麗に抜けると、今こんな感じで僕だけですね、僕の輪郭だけ抜けて、綺麗に合成することができます。まあ、グリーンバックというと、まあ、動画いっぱい出てるんですけど、まあ、僕はね、ちょっと初めてチャレンジして、なんかね、ちょっと新鮮な気持ちですね、今チャレンジしてます。で、このグリーンバックの布なんですけど、こっちが1メーターの長さが2メーターで、お店がですね、ちょうど 20% オフで、布屋さんだったんだけど、20% オフで、いくらだっけ ?1040円です。ね、いいですよね、新しいちょっと挑戦をしてみたんですけど、まあ、こんな感じの形で、DIY とかね、そういうのも解説を入れれたら面白いなと思って、ちょっとやってみました。はい、で、今回はですね、春の DIY コーデということで、GU の方でですね、ズボンを2着買ってきましたので、それのね、コーデをちょっと紹介しようと思います。まあ、あまり需要はないと思うんだけどまあ、自己満足ということで、まあ、暇がある方はお付き合いください。はい、それではスタート。はい、まず最初にご紹介するのは、僕がいつも DIY の時に履いているワークブーツになります。こちらはですね、レッドウィングといって、まあ、言わずと知れた有名なブーツとなります。ヤフオクで3000円ぐらいで買って、一回ですね、油を抜いて形を整えてまた入れ直した、ちょっと愛着のあるワークブーツになります。はい、このコーデはですね、上下 GU とあとレッドウィングと組み合わせた、まあ、いつもね、こんな感じのラフな感じで DIY の撮影をしております。まあ、GU 安くてね、結構コスパのいい、洋服多いので、まあ、結構ね、僕は GU を使っております。それで先ほどのですね、組み合わせに2レエプロン、バケットボスですねっていうエプロンを組み合わせたコーデになります。まあ、近所のホームセンターで買ったと、まあ、5日の動画で紹介したんですけど、結構ね、嫁さんもこれ使っていて、前の方にですね、ポケットが多数あって、ここに釘だったり、まあ、いろいろ収納できてですね、まあ、使いやすいです。とてもおすすめできる商品ですね。はい、お次はですね、今回新しく買ったシェフパンツというものと、いつも着ているですね、カジュアル のチェックのシャツと組み合わせたものになります。このシェフパンツですね、結構生地が良くて、通気性も若干あってですね、まあ、多少暑くなる頃ぐらいまでは活躍してくれるんじゃないかなというアイテムになります。で、生地自体もサラサラしていて、まあ、動きやすくてですね、まあ、僕は結構気に入っております。はい、で、僕が買ったのはですね、 L サイズになるんですけども、スタイルのいい方はですね、細身な感じでタイトに着こなしてもかっこいいアイテムになるんじゃないかなと思います。もう膝を曲げてもね、全然このパチッとならなくて動きやすいです。はい、お次はですね、先ほどの組み合わせにいつものバケットバスのエプロンをつけたコーデになります。まあ、全体的にですね、色合いも揃っていて、DIY じゃなくてもですね、キャンプとか、まあ、そういうのもいいんじゃないかなと思ってます。
まあ、そこまでね、なんかこの若い感じではなくて、まあ、中年のね、僕みたいな年齢の方も全然いけるようなあの色合いというか、あのコーデになるんじゃないかなと思います。はい、お次はですね、あのシェフパンツのもう一つの柄でヒッコリーというものになります。それとあとカジュアルシャツのですね、あのストライプの、あのシャツと組み合わせたものになります。まあ、先ほどのカモフラとはちょっと違って、若干ね、あのデニムに近いような色というか、まあ、あの近くで見たらですね、縦のストライプが細かく入っているんですけど、まあ、これはこれでですね、あの軽い感じでちょっと涼しげな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、でそれで先ほどの組み合わせにツールエプロンを着たコーデになります。まあ、これもね、今後 DIY 撮影では活躍してくれるコーデなんですけど、もう結構ね、やっぱ何でも合いますよね。かなり自己満足寄りな評価なんですけど、まあ、僕は好きです。こんな感じがですね。で、年を重ねていくごとにですね、ファッションって結構なんか難しくなっていって、まあ、若い時は、まあ、僕はですけど、スケーターとかね、まあ、ヒップホップとか、まあ、それなりにファッションを楽しんでいたんですけど、まあ、結婚してですね、まあ、40も近くなってくると、ちょっと、どういうファッションがいいかわかんなくなってきてですね、まあ、いろいろ悩んだ結果、だんだんこういう感じになっていってます。まあ、ところさんとかね、やっぱああいうかっこいいおじさんになりたいですね。はい、お次は先ほどのヒッコリーにあのビルケンストックのですねサンダルを組み合わせたものになります。で、上の半袖はこれも GU のですね、あの白の半袖になるんですけど、まあ、夏っぽくてね、ちょっと透明感があって、まあ年齢相応のファッションじゃないかなと思っております。はい、お次はですね、あの黒の T シャツに組み合わせてみたものになります。まあ、ビルケンの黒と黒の T シャツと合っていて、まあ、ヒッコリーの白と青のストライプがですね、まあ、いい感じに、差し色みたいな感じになってですね、まあ、色合い的にはバランスはいいんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり黒ってね、引き締まって見えるんで、まあ、僕は好きですね。はい、お次はですね、カモフラに白の T シャツを組み合わせたものになります。まあ、これはなんかスケーターの延長上っていうか、まあ若い人でも全然いけそうな感じとなっております。まあ、かといってですね、僕みたいな40代近いような人でも、まあ、人でもっていうか、まあ、僕みたいな感じの年齢の人でも、まあ、多少ね若く見えるようなコーデになっております。まあ、ビルケンストック自体なんかかっこいいですよね。まあ、僕はこれとあと他に2足ビルケンサンダル持ってるんですけど、まあ、ビルケンは大好きです。まあ、基本夏場はもうサンダルばっかりなんですけどね。はい、お次はですね、カモフラに黒の T シャツを組み合わせたものになります。まあ、これももはやもう鉄板と言ってもいいかもしれないですね。まあ、今年の夏はもう今こんな感じのヒッコリーとカモフラとこの T シャツでも決まりですね。これのヘビロテだと思います。はい、 GU のですね、シェフパンツという2色の色違いのものを使ったコーデをご紹介したわけなんですけど、どうだったでしょうか。まあ、生地も良くてですね、通気性もあって、まあ、動きやすい、の生地になってますので、まあ、DIY だったりキャンプだったりですね、まあ、とてもおすすめできるものとなっております。まあ、もしね、興味があれば、見てみてください。それでは、よかったら、いいねと、あとチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画で会いましょう。バイバイ。